猛烈な暑さが続く日本列島、今日も西日本では猛暑となりそうです。午前11時までに広島や大阪などで35度を超え、大阪は4日連続の猛暑日となりました。各地の予想最高気温は大阪や熊本などで37度となっています。一方、関東では明日にかけて暑さは一段落しますが、あさってには厳しい残暑が戻る見込みです。